どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあいよいよこのウクレレたちのクラウドファンディング、ガズのわがままウクレレクラウドファンディングの公開日が明日に迫ってきまして、公開まであと1日明日ですよ。明日の12時にこのクラウドファンディング公開になります。最初100本からスタートする。これ皆さんぜひお見逃しないように、これ本当にね、今質問も相当いただいてるんですけれどもね、この動画でも伝えてるんですけど、まあ本当に弾きやすくていい音です。今日もこの動画使って1個動画撮りましたからね、米津玄師さんのフラミンゴ、音聞いてみたかな。今日 あのガズの動画ここに貼っておきますけれども、これ見てください。今日これで実演してますから、はい、ちゃんとね、ガズさん あの両親が作った水引きとストラップ、小杖さんのストラップつけて、そしたらもうね、もうなんかこう前ウクレレって感じがしますからね。はい、コンサートウクレレといつも使ってるソプラノウクレレ、はい、これですよ皆さん。はい、一応整理しておきましょう。クラウドファンディングは、皆さんにこの超高品質でめちゃくちゃ弾きやすくて音が良くてずっと使えるウクレレを市場価格の半分以下どころかもうそれよりも低い金額でお届けして、皆さんに喜んでいただいて、豊かな音楽人生を、営んでいただいて、それがですね、結果ベトナムの工場を開店して、さらにいいものをより安く届けるようにこうやって世界中にいい楽器を届けて、結果、ハッピーな人が増える、こういうプロジェクトでやっております。こうずらーっと書いてこのね、置きますけれども、こういう、まあ、夢が詰まっておりますということなんですけれども、いよいよそれ明日公開ということなんですけれども、 で今日の動画はですね、実はね、5月の末にベトナムのホーチミンに行って、ウクレレビルダーモジャ君ね、モジャ君と対談してる動画、なんとモジャ君のベトナムの工房に潜入して2人でこう語り合ってる動画を今日は公開しようと思います。ちょっと長丁場ですよ、ご覧になってください。はい、いよいよ明日です。明日の12時、ね、昼休み台をちょっとこう見てみてください。ではですね、モジャ君の工場潜入 in ベトナムホーチミン、ご覧になってください。どうぞ。どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。私は今どこにいるかと言いますと、どうも見てください、ここはですね、秘密のウクレレ工場です。この中にいるのは誰かと言いますと、ガズのわがままウクレレを監修している日本人ウクレレビルダー、モジャ川上くんの秘密工場がこちらになります。じゃあ行ってみましょう。カモン。すごいですね。お邪魔します。お邪魔します。どうぞどうぞ。あ、いました。お邪魔します。ありがとうございます。なんかいろいろ機械が並んでますけど、これ何？モジャ君、はい、紹介します。モジャ川上君です。どうぞ。よろしくお願いします。ベトナムに住んで何ヶ月ですか？3ヶ月いました。3ヶ月、ね、どうですか？暑いです。暑いね。モジャ君ですが、はい、でこれでこういうのでそのウクレレをこう試作してるってわけですね。はい、はい、でこれは糸の子、糸の子、バンドソー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 、これはボールマン、穴開けね、これね、はい、旋盤、旋盤では違うんですけど、よくこれも板を切るやつね、はい、こういう機材も全部今回用意して、この台も自分で作ったんでしょ、これ全部こういう台が作るんです。だから結構な機材、これ、ま、見てください、これ巻きたんですからね、ちゃんといいわけです。機材はね、これ超一流ですよ。はい、でもこういうところでいろいろこう研磨する機械があったりとかあって、こういうところで今試作品をこういうところに作っていると。そうですね、はい、でその試作品をもとにベトナムにある腕利きたちが、つまりベトナム人の方がやってる工場で、いっぱい作ってるのを監修していると。そういうことでいいですね。はい、はい、どうですかその監修流れは。流れはなかなかそのベトナムと日本との違いというのはありますけど、今のところはまあ大変であります。素晴らしいですね。じゃあちょっと中入りましょうか。お邪魔します。ここが工場ですよ。ここがいろいろ置いてありますが、はい、こういう木をこうボディに回してたりとかするんだよね。はい、そうです、うん、なるほどね。試作してみてください。型とか、そう、型だ。これこういうのちょっと説明してください。はい、せっかくなんで皆さん見てみよう。おお、木型、まあ、モールドともいいですね。うん、はい、こういうので木をここに押し込んでこう当てていくわけ。そうですね、はい。うん、あとこれなんかは
まあ、あ、ネックのね、指板だ。指板ですね。この、はい、指板っていうのをこう、ウクレレをこう押さえるところでコード。C はこの辺かな。そうですね。C はこの辺かなってことで。へぇ、こういう型があるわけだ。こう型とか、テンプレートを、まあ、ここでいっぱい作って。あ、フレットの溝が刻んであったりね。はい、まあ要はゼロから1からデザインしてるもんね。そうですね、はい。なるほど、なるほど。設計からここですごいよ。じゃあ中入りましょう、はい、じゃあ今見てください皆さん、初公開ですよこれは。ですね、あの私が YouTube で日々使ってるやつで、このモジャカワカワ品種が日本で作ったサンプル、これをもとに今ベトナムで作ってるんですけど、ドーン、コンサートサイズモデルもありますよ。コンサートサイズ、これのポイントは何かありますか？ポイントとしてはこれ、あのコンサートではなかなかないんですけど、うん、まだ構造がちょっと特殊になってまして、まあ、ギターのトップと同じ厚さ。ああ、なんだっけ、マーチンと同じ。そうですね、マーチンと同じ厚さだと。ウクレレはね、もっと本当はね、木のここの厚みが薄いのが特徴なんですけど、結構わざとね、はい、わざとつなんか厚く作って、その独特の響きを出している。で、短板ですからね、これね、すごい贅沢です。いい音ですよ。デザイン、オリジナルデザイン設計ですから、はい、で、彼が何者だっていう話をしなきゃいけないと思うんですけど、日本の某有名ギターメーカー、あんまり、ね、言っちゃいけないと思うんですけど、言っちゃいけないことで、高峰で、ね、もう、高峰ギターで、何年働いてたんですか？9年ですね。なんで、もう、ギターとかの弦楽器に関しては、まあ、スペシャリストなんですよ。で、そこを辞めてから自分のウクレレ専門なの、ウクレレ専門です、はい、っていうブランド立ち上げてる時に、まあ、ひょんなことから出会って、うん、なんと今彼はベトナムに住んでいるというとんでもないことになってますけれども、すごい人生の転機でしたね。大転機っす。大転機ですねそう、なんで僕が突拍子もないことを言うと、このテンションでいいですねいいですねって言うんですよ。なんでそれをそのまま、じゃあやろうかっつって、今なんかこんな感じだと。で、このウクレレたちもやっぱりね、もう二人でどうするこうするって話してて作り上げたもので、うん、あの相当いいですよ、やっぱり。あの作った人が言うから、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、やっぱいろんなこだわりがすごく入ってて、このさっきも言ったけど、この短板のトップの厚さとかね、うんうんうん、その後このオリジナルデザインいつも言うこのこととか、うん、まあ色ここが丸くなってるとか、まあかなんか断るごとにそういう話はしてるんですけど、とにかく本当に こだわりが強くて、ここもよく見ると木でできてたりとかするわけですよ。木、これはあの貝とか樹脂じゃなくて木を埋め込んでるんですよね。これもそうなんですけど、まあこういうところに細かいこだわり、まあそれこそわがまま放題を、まあ叶えてる。で、これをね、やっぱりね、皆さんの手に届けるまでがやっぱりあのジョブだから。で、ベトナムの人たちっていうのは技術はね、高いんでしょ？そうですね、まあ、うん、本当にピンキリなんですけど、うんうん、まあ、本当にすごいいい人と巡り合えて、で、まあ、あの近日中にその工場に向く予定にしてるんだけれども、その人たちとまた一緒にブラッシュアップさせていくっていうことで、で、川上、もじゃ川上くんが持ってるスキルを、まあ、ベトナムの人と一緒にこういうまた上げていくんだけど、もうベトナムの人たちっていうのはものすごいエネルギーがあるんですよ、何かをやろうっていう。そういうエネルギーがこうまた一緒になって、またあの、やっぱり考えられないぐらいの、この本当はね、この全部短板で手作業っつったら、やっぱ日本で買ったら10万円とか12万、13万円、ひたすら木材によっては20万近くになっちゃうものを、なるべく皆さんの手に届きやすいように、まあ、3万円、4万円ぐらいで、考えてるというところまで持っていけそうなところが今の段階で。このクラウドファンディングはそれを一応目指しているということで、はい。で、ちょっと周りを見てもらうと分かるんですけど、これ全部 DIY で、彼がこの机を作ったり、まあこういうところでね、いろいろこう、なんかこのベトナムのなんか安いこれを使って、まあ、DIY でやってるのね、全部自分で作ったんでしょ、これ。全部自分です。こういう、そう、これをだって3ヶ月でこれ工房を作って、こう前景見てもらうと分かると、これを3ヶ月で作り上げたっていうのは、ほんとすげえよなっていう感じで、こういう万力もあるしさ、なんかすごいなっていう感じで、
まさにいろいろなね動いてるなって感じだな。はい、まあ、そういうことで、私もこの工房初めて来たんですけど、ホーチミンは今ね雨季が始まったみたいで湿度すごい暑いんですけど、まあそんな汗だくで、まあ、やってるというのが冬かなと。でちょっと上の階に行って、またちょっとデスクがあるんでそこでもちょっとお話ししようと思います。じゃあひとまず、はい、はい、上の階のオフィス、オフィス、オフィス、ね、今、はい、オフィス一丁前にかっこいいね本当に。このテーブルも作ったらしいです。テーブルもそうですね。ガズレレの旗が、はい、でこれが今サンプルでできていただくれる、まあ、並んでます。ここにいくつか並んでるんですけど、これも現地の工場から出てきたもの。そうですね、この方は僕がサンプルで作ったものも、はい、じゃあなんかせっかくなんでそのビルダー本人から、このウクレレのどこが普通と違うかとか、うん、こだわりポイントを紹介してもらおうかな。お願いします。はい、そうですね、まずソプラノモデルになるんですけども、まあそうですね、まあ、あの海外のモデル、海外のモデルとなるとだいたいちょっとケバケバしい貝とかを使うとか、ね、はい、うん、あるんですけど、まあ、そこはなく日本人好みの品がいい感じ、品がいい感じ、でもね、なんかシンプルで、そうですね、うん、ここにも、まあ、バインディングっていうのがこう貼ってあるんですね、一応サイドね、はい、でここが高級モデル、高級モデル、そうね、は出ないと、うん、もう、まあ、ネックバインディングね、ネックバインディング、縁で縁取り、ね、一見分かんないけど縁取りが入ってるという、そうですね、あと中の構造でいうと、まあ、できるだけシンプルに一般的な、一般的というより、まあそうですね、まあマーキンとかアッチ系の、まあ、ものを、まあ、参考に、うん、まあ、作ったというの、この中の構造を変えることで音の響きがすごく変わるんですよ。なんでそれを一応研究されてるから、ね、まあ独特の響きが出るよねってことですね。あとこの辺に強度を持たせると、まあ、音質が向上するっていうのがあって、うん、ここだけ裏に貼ってあるんですね。裏打ちっていって二重構造になってます、うん、この部分だけ。マニアックですね、はい、この辺の話は僕も分かんないですよ。高級なクラシックギターとか使われてるんですよ、ね、もう可能プレートはあんまりないですね、うん、なるほど、なるほど。あとこのかっこいい、ね、ブリッジの形は僕が考えました。僕がもうノートに適当に書いたのをこう起こしてもらって、これはまあ結構アイデンティティでね、そうですね、このモデル、はい、やっぱりここを見るだけでガズ、わがままくれと分かるように一応デザインしたいねって感じで、そうですね、はい、この弦を止めるところも、まあ、一般的なものとはちょっと違う工夫も殺されてます、うん、はい、でこのストラップピンが両方ここについてるっていうのも、ガズレレならではなんですけど、ピックアップモデルはここがここにブスッとこう着火させるようになってるっていうのが、まあ、あります。ひとまずこれはアコースティックモデルですけどね、はいはい、あとはネックのグリップ、あ、ね、握りね、この握りがね、こだわってます、はい、はい、これはここはあと現行の低さですよね。そうですね、現行の低さは本当にガスさんからも厳しく、厳しいですよね、まあ、ここを抑えられないと、はい、げんなりするわけですから楽器を始めようとする人にね、まあ、もちろんベテランもね、現行っていうのはやっぱりこだわるところでございますということですね、これは、うん、この現行に関して言えば本当に、まあ他のメーカーよりもよくよくっていう、うん、いいものを作ろうっていう、はい、こことここのこの高さのバランスね、安さっていうのはこのところこだわってます、よっしゃよっしゃ、いい感じで、ちょっと細かい話だけど、ここのところだけ黒が残ってたりとか、このワンポイントで、あとここの縁取りを、ここがね丸いっつうのがね、やっぱり柔らかい印象を与えていく、ちゃんとこれ削ってるんですよ、人がね、はい、面取りしてるわけですから、やっぱ手間はすごくかかってるそうですよね、うん、で素材は紹介してください。トップが、ベトナムのアカシアで、ベトナム産のアカシアで結構いいラムなんですね。そうですね、はい、でこれはもちろん1本ずつ当たり前ですけど天然木の1万糸の木材なんで、表情がちょっと違う、それがまたね天然材のいいところで、はい、ございまして、ネックがマホガニです。マホガニ、はい、マホガニっつったらもう高級材料です。このサイドとバック、サイドとバックも同じように今回マホガニ、マホガニですね、はい、なんですか、マホガニがこっち側の面で、トップがアカシアという木で、いい木材も結構豊富なんですよね。そうです、じゃあ世界中からも集まるし、ベトナムにもいいのがあるということ で、ね、今回はその彼がベトナムに来てそれをよく言うね、やっぱ木材すごくいいっていうのはやっぱすごく、まあ、いいことだなということ で、はい、であとはまあその弾きやすい弦のテンションだとかもいろいろ計算してて、でこれをもとにこの次のモデルを今開発中というかね、まあ、これさっきも出てきたコンサート、これは大きいやつですね、
で、やっぱそれも同じように特徴がそれぞれあるんですけど、まあまあ、おいおいこれはまた紹介するとして、はい、で今日せっかく私もね、ベトナム来てるんで、まあいろいろこのさらに深めて次どんなモデル作ろうかとかいうそういう会議も今しながら、いろいろやってるところですけど、まあまあ、モジャさん夢が広がりますね。話が止まらないですよ、全然。まあ、とにかくこういうことでこの企画がスタートしているわけでございまして、でベトナムのその、工場の方もね、うまいことこう二人三脚で回ってるんで、すごくいい感じです。はい、で、まあ、ぜひこの遅れる皆さんにも手に届きやすいように、またさらに弾きやすくね、これは本当にね、ハマっちゃうやつですから、でどんどん自分で弾いてると、それが育っていくみたいな感じがね、やっぱ楽器の面白いところだと思って、楽器ってやっぱ楽しいものを入れる器って書くわけだから。まあ、楽しい中身がなきゃダメですからね、皆さん、はい、そのためにはいい器があった方がいいですね。そうですね、はい、楽しめる器が入るということで考えてます。はい、じゃあ一言どうですか、皆さんに。本当にあのベトナムで本当にいいものを作ろう、いいものを作ろうって、それだけそれだけで本当にベトナムに来てやってるので、うんうん、でどうもね、さっき話してたんですけど、もじゃくんいろいろ発信するぞと無理やり言わせてるって、やっぱベトナムでどんなことやってるのか、まあ、皆さん興味あると思うんで、なんかフェイスブックページとか、なんかページを作って、ね、はい、なんか発信していただくのも面白いかなということで、まあ、皆さん、もじゃくん、フォローよろしくお願いします。なんかこの辺になんか URL かなんか書いてくんで、はい、はい、じゃあまあまあ、今回はこういう動画になっておりますけど、はい、さようなら、さようなら、バイバイ。いかがだったでしょうか。ベトナムホーチミンでああいうところでこのウクレレが作られているわけですよ。で、まあ、ベトナムのあそことまた工場とね提携していろいろやってるわけですから、行ったり来たりしてベトナム人の方と一緒に協力してますということで、本当ね、本当夢が詰まってるんですけどね。まあ向こうのやっぱりね、そのベトナムの人のそのパワーというか活力もほんとすごいんでね、そういうのがガッと合わさっていいものをまた広めに広く皆さんに広げられると嬉しいかなと思います。よろしくお願いします。ガッツのクラウドファンディング、いよいよ6月25日明日正午公開です。よろしくお願いします。サポート大胸お願いいたします。はい、それでは明日楽しみですね。よろしくお願いします。さよなら。